どうも、大の字です。うーん、たい大の字中学校、うーん、たい。ミキサーです。ヨニアンです。大の字です。お願いします。さあ、今日はセクシーゾーン、レッツミュージックの MV を見ようでございます。イエーイ。最近も精力的に MV が、そうね、なんか、チャンネルもできて、はいはいはい、ガンガン流してたよね。いや、面白いね。なんか動画で世界の人たちに共有するんだね、はい、うん、どこでも見れるようにね。いや、僕が社員になってやりたかったことですね。ありがとうございます。やっぱ言い続けたら伝わるとかな、そういうのが。いやいや、伝わってないですよ。完全にスルーされてますから。で、このレッツミュージックもね、はい、はい、だからこの日のためにまだ見てないんですよ。そう、はい、ちょっと行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、あいつ、いきなりかっこいいね。うわ、めっちゃいいやん。あ、何やっちゃう。ちょっとジャケット忘れたっていう。おい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 、そういうの、そういうのやめてくれる。あ、でもここちょっと可愛らしい動きだ。そうだね。押さえてるビートだね。ね。いやー、歌うまいね。ちょっとファルセットっぽい感じで、いいね。いいね。本当いいね。曲めっちゃいいよな。うおー。一発で顔、ちょっとお腹なんかも見せて。真似しやすい。こここうやるんだ。赤のバッグに赤のスーツ、赤のスーツ、しかもみんなね、ちょっとサイズ感も違ったり、ダブルがあったりシングルがあったり、すごいね、監督ね。かっこいい。そう、レッツミュージックって書いてたよ、スーツに。いいね。ちょっとこうジャジーなブラスっぽい感じのあれで、こっち来ました。いや、もう完全なパーティーファンクな感じ。そうだよね。かっこいい、音超かっこいい。うわー、めっちゃいいね。真島君の笑顔いいな。うわ、かっこいい。トゥナイト、トゥナイトの文字抜いてかっこいい。うん、ハマりしやすい。うう、こう来ましたか。何このパーティーファンクだから。パーティーファンクね、完全もだ、ブルードバーストとか、そうですね、完全に狙ってますよね。そう、だから狙ってるから、振り付けもみんなで踊りたいっていうことだよね。はい、だから、はいはいはい、パーティー仕様のサビのところはシンプルにしてて、シンプルしてて、たださ、やっぱセクシーゾーンっていうのがさ、セクシーっていうのが分かるのがさ、うんうん、あの最初のフェイクみたいなやつあるじゃん、はい、ああ、いやーとか、わーとかさ、あ、やっぱ彼らじゃないとできないよね。できないのよ。ビートは割とだから抑え気味のね。そう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 、最初抑え気味で、うん、でそこからどん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 上がっていくあの感じね。だからブラスもそんなに主張してないもんね、うんうん、うるさくない感じ、うん、いやー、このモードできましたか。ちょっとパーティーしたいね。パーティー、これは盛り上がるな。ラン来てエモくて、いや、そう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 、ライデクでやっぱビート抑制していこう、より色っぽくして。そう、色っぽいんだよ。そうそう、で今回パーティーですか。ちょっとさ、あんたさ、抜群だね。やめなさい、誰よ、プロデューサー、ディレクター、責任者出てこい。やっぱその4人ともさ、そういうものを表現するの高い ね、うん、ドキッてするんだよ。そう、歌うまいよ ね。やっぱそれがセクシーゾーンでやっぱり一つ武器だよね、うんうんうん、歌唱能力がすごくやっぱ実は平均的に高いから、すごい表現力豊かだよね。
あそういう意味ではダンスもそうだし顔もそうで、俺はもうとにかくもうパーティーやりたいですよ。いやそれこそレッツミュージックでしょ。そうそう、レッツミュージック、そしてもうパーティートゥナイト、トゥナイトも入ってる。ブルーノ・マーズのさ、うんうん、アフターパンク、アフターパンクみたいなさ、やっぱりさ、はいはいはい、陽気さがあるよね。これそれやっぱさ、コロナ禍においてさ、なんで BTS のあのダイナマイトとかがやっぱ 80s のディスコっぽいことでアプローチしたのって、やっぱ閉塞感だよね、揺り戻しだと思うんだけど、セクシーゾーンってツアーも始まるし、2021年っていうのは2020年の借りを返す時だから、そう持ち込んでないで音楽聴いていこうよっていう感じの、やっぱちょっとまあメッセージとしてもじゃあ受け止めれるっていうかさ、セクシーゾーンのなんか決意宣言の感じがするっていうかさ、前回のちょっとこうアダルティーなさ、あんなトラックもさ、はい、踊りも歌もすごかったじゃん、うん、そうそうそう、あの路線だ2回行くんじゃないんだね、うん、マジコンサートとか行ける人超羨ましいわ。だからちょっとこうブラックミュージックのあの時代のね感じとか、ね、よくできてんだよね。いやーここの人ってなんかジャケットとかも真っ赤なこういう感じでさ、はいはい、ちょっと70年代ソウルフレーバーがさ、いいよね。だこれだけバラエティあって、しかも MV もクオリティ高くて、はいはい、ちょっとセクシーな匂い立つ感じ。なるほどね。みんなのこのファンキーな部分っていうか。ちょっとやっぱあどけなさがあるのよ、うん。これがいいんだよ。そう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 。大人に成長しきった感じじゃなくてさ、うん、で MV もさ、うん、ちょっとあの佐藤君のジャケット忘れたから。忘れた、ああいうのとかね。あんなイケメンがさ、ああいうのやってほしくないよね。ずるいよね。そう。ああいうのは俺らなんだよね。ああいうのが俺らがやっちゃうともうそのままだ。へへへで俺らがやる。そうだからあれ。彼がやっちゃうとさ、ミラクルが内蔵しちゃうでしょ。かっこいい。でさ、やっぱセクシーゾーンさ、アルバムから好きになってさ、だんだんこうキャラクター、うん、まあ、うん、マリウス君も含めて、はい、5人のこうキャラがだんだん知っていくとさ、ね、見事に5つ違うね。面白いね、これがね。うん、松島君、やっぱりアクセント絶対、はい、グループの中でああいう人がいることも大事だよね。はいはいはい、必要さ、マリウス君も歌のうまさも含めて立ってるけど、で、やっぱ中島が王子様みたいなさ、はいね、役をちゃんとこう、うんうん、演じてるわけじゃなくて、そういう人にもなったんだろうね、うんうん、で佐藤君はもう物が違うじゃん。そうね。でありながらさっき言ったちょっと可愛げみたいな持ってる、はい、で種類が違うんだよ中島君と、うんうんうん、で俺やっぱり、ね、菊池風磨っていう人の覚醒感ね。確かに。バラエティー出ても無双だしさ。確かに。そう、コメントとかも面白いんだよね。ああいういわゆるオルタナティブのロックでもあったり、うん、音楽とか、はいはい、そういうちょっとこうブラックミュージックを元にしたシティポップ化してる音楽とかに対するアプローチとか、はい、テーマもちろんラップもね、はい、含めて、はい、こうアンテナの張り方とかがさ、うん、すごくエッジが尖ってて、うんうん、でも一方でバラエティ出てっていう、うん、バランス感覚がものすごいいいなと思って、うん、やっぱ彼がいることでバランス感覚ってすごい。そこにやっぱ二大巨頭のイケメンがいてさ、松島君とマリウス君っていうグループに欠かせないさ個性。松島君がすごい努力な人なんだよね。松島君なんか見てるだけで俺もう本当心癒されるわ。かる。この MV の笑顔がやっぱいいよね。本当にいいんだよな。いなかったらダメだよね、うん、やっぱ絶妙のバランスよ。そう、ジャニーズのグループってさ、おそらくさ、自分がやるべきことに覚醒した時にグループが跳ね上がるんだよね。覚醒していくんだよね。はいはい、スマップだってさ、うんうん、そうだよね。やっぱバラエティの畑に行ったり、うん、ドラマに行ったりとか、うんうん、その、うん、各々のジャンルのところで自分はこれができるってことをやった時にグループに還元する、ね、居場所を見つけるっていうね。そうした時グループの輝きがこうより増すじゃん、はい、熟してる機会に入るっていうか、はい、全員が違う感じになってきた時に、やっぱすごい5人が魅力的ますっていうか、うん、今セクシーゾーンって今その時期に入っちゃったよね。考察と解説が止まりませんよこれ。セクシーゾーンがでもやっぱ嵐とかスマップと明確に違うのは、平均的な歌のうまさ、はいはいはい、そのバランスの良さみたいなところが、さっき言ったエンタメの芸の汎用性の高さみたいなのがすごい高いから、うんうんね、一層でいなかったんだこのグループって。とんでもないものを目覚めさせてしまった本当に見つけちゃったんだよもう。だってこれクラスのさ楽曲がアルバムに入るんだよ、うんうん、ちょっとヤバくない？ヤバいよね。どんもう本当にワクワクするよな改めてね。閉塞感ある中にそんな大きく出ましたってことやから、うん、でもそれに匹敵する。いやそうなんだよ。普通そこまでね風呂敷広げたら大丈夫ですかってなるけどさ。だから俺としては前回が黄色、はい、まあ、ソフトバンクホークスですよ。
で今回赤広島カープでしょ、まあ、中立ドラゴンズファンとしてはぜひ次回青でブルーを青をまとったね、青をまとったセクシーゾーンが見たいちょっとクールな感じのやつかな。でもそうなるとでもこのここ近年のさ、うん、ドットバンドもそうだけどさ、ちょっとこう原色対応の、そうだね、確かに確かに、アメリカのキャンディーみたいなさ、うん、感じのなんかこの原色対応が、うんうん、まあ、もちろんその80年代フレーバーっていうのがやっぱり今ね、まあ、もちろん今そういうね、もう見た目でもキャッチーな色がすごく映えるからね、うん、なんかこの路線いいね、いい、すごく合うね、ハマってんだよな本当。あの俺だからさ、まあ、別にそのセクシーゾーン最初からすごいファンでめっちゃ見てたとかじゃないから、本当申し訳ファンの方に申し訳ないけど、初期の頃やっぱ今になって見るじゃん、うん、っていうとひらひらとかこういうちょっと王子様っぽい感じだもんね、最初初期の、うん、あれもいいけどやっぱ今のセクシーゾーンの方がそうなんかしっくりくるね俺は。わかる。あの時代あの時代に良さがあったんでしょうけど、うん、まあ、見てなかったんだけど。見てください俺らはね。だけど今のこの感じはすごく、はいはい、音楽ファンは絶対見た方がいいよ。ね、ああ最近忘れらんねえよ柴田君がさ、柴田君のつぶやいてたね。すごいと。ダンスも歌もすごい曲、うん、楽曲の恋愛楽曲がすごい、ね、バンドマンがもう見つけ始めてんだよ。でもこの感じってあったよね、うん、スマップにも嵐にもあったよ、うん、そう来てるよ、うん、本当にもういやもう俺国民のもんになっちゃうな国民ゾーンだよ国民ゾーンが入ってきたよ、もう国民ゾーンにセクシーゾーンから足を踏み入れてます。もうこれ止められないよさ、だよ国民ゾーン国民ゾーンだよ行っときたいけどなコンサート今。いやいや今ね、そうあの時見てました、20年21年見てましたっていうの。でこのレッツミュージックのちょっとあの、うん、簡略化したダンス、はい、あのそうあれさ、ここに来てあんな激しい曲じゃなく、いやあれだからパーティーソングだから、そうだよ、ね、みんなでやりましょうってことだよね、うんうんうん、こうそういうことだよね。めちゃめちゃ簡単、わざと簡単にしてるよ ね、 してるよね。いや俺だからね日本全国セクシー化計画だよね本当にバカですよ日本全国セクシー化計画、色っぽくなきゃダメじゃんって話よね、うんうん、ジャニー北川さんが作ったもんじゃない、はい、少年と青年の間の危うい、はい、危ういね、色っぽさ、はい、これなんだよね、セクシーゾーンの魅力がやっぱ、うんうん、だからどっからどう見てもボーイズグループとして今新しい形で、はい、世界をこれがセクシーゾーンだって今なってるんだけど、うん、ちゃんとジャニーズのその歴史の中における系譜の中のグループだったよね、投資してるね。菊池風磨くんはやっぱ俺ね、マッチマッチ感あるよ、マッチライン、ただマッチ感あるけどオルタネイティブな、そうなの、そうなの、ああいうもの聞いてるから俺らはちょっとやっぱグッと来ちゃうんだよね。そうこういう人待ってた、そうなんだよね、ジャニーズにこういう人待ってたっていうのあるよね。わかるわかる、俺たちの理想郷ね、俺たちの理想郷、奥田民生とか昔のね、星野源とか、はいはい、ああいうものああいうに今俺たちの中で今菊池風磨風磨くんがねいるの、その中にビシッているの、ああなりたかったな、みたいな、同じの聞いてるはずなんだけどな話合うはずなんだけどな、だって佐藤くんはさ慣れないじゃん、うん、もう佐藤くんじゃんそう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 、もう完成されて、ね、名前が勝利、勝利だよ、勝ってるよあんた生まれた時からビクトリーだよ。この5人はいいバランスだな、いい素敵、誰推しとかじゃないな、ね、うん、このグループで今回もこのパーティーファンク、はい、レッツミュージック、レッツミュージック、まずは皆さんチェックしてこれを聞いてね、ここから遡るもあり、うんうん、これまた間口が広がったりしますね。そうだね本当に、確かに、うん、ここから本当にみんな入ると思うよ、男の子ファンがこっから超増えてくる、正直今年セクシーゾーンの男ファン超増える、超増えると思うよ、だみんな行ってね、うん、大吉さんからだけどねって多分俺たちはアメトークのセクシーゾーン芸人呼ばれない、呼ばれないその時行ってね、みんな言ってね、大吉さんいないのおかしいと思うんです、そうそうっていうその一言だけで俺たち生きていける、生きていけるそれだけで言っておく、俺たちは出ないと思う、出ない、呼ばれない、呼ばれない、呼ばれない技術がないからさ、うん、そうそう、だけど、うん、あのそれは言ってね、みもう昔から言ってましたよって言って遅くだな情けねえレッツミュージック、レッツセクシー、レッツセクシー、チャンネル登録しちょくれー。